桜井ートは埼玉県所沢市出身のプロ野球選手。左投げ左打横浜 DNA ベイスターズ所属。二人の実刑の影響で所沢リトルライオンズで軟式野球をスタート。当初は投手一本でチーム内に同級生がいなかったことから小学4年時に所沢ニュータウンヤンキースへ移った。小学校六年時の NPB12。 球団ジュニアトーナメントでヤクルトスワーローズのジュニアチームに選ばれたが左肘を故障したため実際には出場しなかった東中学校への入学と同時にニーザシニアに入団途中で左肘を再び故障したため野手に転向する3年時に参加したリトルシニア関東選抜では投手としての素質に目をつけた関東選抜監督の方針で投手として 東京ドームの日本、リトルシニア全国選抜野球大会に出場。前述したブランクがあったにもかかわらず、ストレートで最速時速1 3 5トルを記録した。シニア出身の先輩がいた縁で進学した日本大学第三高等学校では、1年秋から右翼手としてレギュラーで出場。2年夏の選手権西東京大会では、 打者として5割以上の打率を記録した。しかし、チームの投手陣に故障者が相次いだため、投手に急遽復帰。一学年先輩の坂倉翔吾とバッテリーを組んだが、準決勝で敗退した。二年秋の秋期東京都高等学校野球大会で、岡部一と,とのダブルエースとして決勝に進出。 早稲田実業高校との決勝で先発を任されると、セーミア・コウから5打席連続で三振を奪った。チームは6から8というスコアで敗れたものの、セーミヤから全打席で三振を奪ったことで、菅宮キラーとして一躍脚光を浴びるようになった。3年時には、第89回選抜高等学校野球大会に出場すると、初戦で、理正社高等学校と対戦。 安田証券から3打席連続三振を奪いながら、8回途中、5失点という内容で、チームは5対12で敗退した。春季東京都大会の決勝で、早稲田実業高校との再戦が実現したが、夏の選手権西東京大会での対戦を見越した、監督の小倉正義の方針で野手として出場。9回に本塁打を放つなど活躍したが、 高校野球の試合では珍しく22時を超えるほどの大熱戦を展開した末に17から18というスコアで惜敗した。早稲田実業を決勝での打倒、小倉監督のもとでの優勝を目標に臨んだ夏の選手権西東京大会では5回戦まで勝ち上がったが、準々決勝で東海大菅生高校にゼロの子というスコアで敗戦した。9月に カナダで開催された 2017WBSCU-18 ワールドカップには日本代表の一員として出場。外野手や指名打者を中心に起用され、3番にセミや4番に安田、6番に中村進生が並んだ強力打線の5番打者として3割以上の打率を残し、チームの銅メダル獲得に貢献した。ワールドカップの終了後に、 プロ死亡届を提出し、秋の NPB ドラフト会議では、投手として横浜 DNA ベイスターズから5巡目で、指名、契約金3000万円、年俸550万円という条件で入団した。背番号は、自身と同じ、左投手の大原真司がこの年に現役を引退するまで着用していた41。指名後の挨拶で投手として勝負することを志願し、入団後は、 投手として登録された。2018年には、春季キャンプを2軍でスタートさせたが、練習試合で高騰したことを受け、オープン戦開幕日の2月24日から1軍へ合流。同日の対読売ジャイアンツ戦6回表から、9円で登板すると、1イニングをムアンダム失点に抑え、勝利投手になった。高校から直接、NPB の球団に入った。 新人投手がオープン戦で初登板、初勝利を記録したのは2000年の川内キア以来18年ぶりで、チーム開幕戦での記録は1990年の宮寺克彦以来28年ぶり。DNA の高卒新人投手によるオープン戦の勝利は太陽時代に石井忠則が1989年3月25日の大西部戦で記録して、 以来29年ぶりであった。その後も登板した前後試合を無失点に抑え、北海道日本ハムファイターズへ入団したセーミアとのプロ初対戦で三振を奪うなど高騰を続けたが、開幕直前に2軍降格。チームの高卒新人投手としては、石井以来となる開幕1軍入りを逃すと、レギュラーシーズン中は二軍生活に終始した。イースタンリーグの公式戦では、 先発を中心に18試合に登板し、2勝3敗をマーク。1試合で完投を記録したが、防御率は7.03だった。シーズン終了後は、10月にコロンビアで開催された2018、WBSCU-23 ワールドカップに日本代表の一員として出場し、3試合に登板。いずれの試合でも無失点に抑える高騰で、 チームの準優勝に貢献した。2019年には6月7日の対埼玉西武ライオンズ戦で救援投手として1軍公式戦デビュー。以降も12試合に中継ぎで登板した。安倍晋之介の引退試合として催された9月27日の対読売ジャイアンツ戦で1軍公式戦に初先発。2イニングの登板ながら巨人上位打線を無安打無得点に抑えた。 2020年は、先発として調整していたが1軍、2軍ともになかなか結果が出せず、起用法の定まらない1年となった。1軍では3試合に登板し、防御率7.36、2軍でも17試合に登板し、防御率6.52と、両軍ともに振るわなかった。最速時速150キロメートルのストレートと、セミアから5打席連続三振を奪った切れ味の、 鋭い縦方向のスライダーが武器。高校時代からスライダーへの評価が高く、セーミヤと同じ左の強打者である安田も3打席連続三振と苦戦した。他の変化球を実戦で投げられなかったことから DNA への入団を機に2種類のチェンジアップを1ヶ月半で習得。入団1年目の実戦登板で請求が定まらなかったため、投球フォームの改善に取り組んだところ、 二年目の2019年シーズン序盤から、制球力や球速が一気に向上している。プロ入り後二年目まではストレートを軸に、上述のスライダーとチェンジアップで勝負するピッチャーだったが、三年目からはストレートとスライダーの使用を減らし、カットボール、チェンジアップ、ツーシーム、カーブを組み合わせ打者と対峙している。高校時代には、対外試合で、 通算32本塁打を放つなど、打者としても非凡なセンスを発揮。前述した 2017WBSCU-18 ワールドカップでは、打率333、5打点という成績を残した。このような実績から二刀流での活躍も期待されていたが、本人の意向から DNA への入団後は投手に専念している。プロ入り後に、 乃木坂46のファンとなり、一軍デビューを果たした2019年シーズン以降は、同グループの楽曲を登場曲に使用している。かねてから卓球日本代表の平野美宇ファンを公言している。ありがとうございます。